やばいですね。うん、やばい。多数決を取るのでしっかりと手を挙げてください。質問ありますか？コンクールメンバーはオーディションで決めると書かれていますが、本当ですか？言ったままの意味ですけど。あの、つまりオーディションにおいて学年や人間関係などの実力以外の要素でメンバーが決まる可能性はあるのかという質問だと思います。もっと言えば上級生が優先される可能性はありますかということです。です。ありがとうございます。同じです。今自分が何の役割を。はい。先輩。そう。トランペット吉川優子。はい。滝野純一。はい。はい。低音パートは以上だ。金とローネ。次に木管。1年生2年生3年生それぞれ。高等学校2番京都府代表。何落ち込んでんの？私たちは今日最高の演奏をした。それは事実でしょ。胸を張って帰らなきゃ。もっともっと強くなる。今日という日は来年のコンクールに向けての1日目。はい。お疲れ様です。ソロのとこさ、後でもうちょっとやってみよっか。うん。1編成までで。